山と長岡は奈良時代の貴族、妙簿家。署名は小東人。生は忌味気のちすくね。行部所有、山との五百足の子。家には生与にした山と国像。若い頃から、経明の学を好み、文章作成を得意とした。霊気二年検投資に受け規制として随行し、日当する。それまで疑問とされていた事項について、 在党中に多く解明したとされ、帰国後は法律を論じる者は、長岡に付き従い教えをこうたという。養老六年、養老令選定の功労により、坊でに四朝を与えられた。天平九年神の選択があったとして、一族の水森と共に、少ぬ生を賜物もの組みされ、他の同族は村辞生に改正した。また同時に、生六以上から、外十五位下に、少女の上、 足ギの二十匹を与えされた。天平十年両部将友に任せられる。天平十三年、藤原博次の乱に連座して、流罪となるが、後許されたらしく、天平十六年再海道巡察指時間、天平十八年摂津助を経て、天平十九年には十五位下に除せられている。後見朝から順任長にかけて、天平商法二年十五以上。 天平商法3年生5位下、天平商法9歳生5位上、天平法治7年中4位下と順調に昇進し、駿が守る、市備大中、民部、大輔、左京大部、川内守を務める。しかし、地方官としては政治に人権がなく、部下の官人や人民はこれを患えたという。天平法治8年右京大部に任せられるが、老齢のためちし、 神語慶運二年賀賞の縁において、聖徳天皇の御事乗りにより特に昇殿を許されるが、貧髪は豊かで、所作も、作法を違わなかったことから、天皇に年齢を問われ、八十歳になったと答えると、天皇は久しく簡単して自ら息をかき生四位下に、少女した。翌神語慶運三年十月二十九日即居。去年八十一。最終官位は、 大和国造政4位た。神語慶運3年制定され、延略10年施行された、三定律令24条の戦者の一人として、キ備まきびと共にその名が挙がっている。俗に本気による。ありがとうございます。